ただいま。あれ、靴があるってことは、まさか。お帰りなさい、唐沢先輩。朝日ちゃん、まだいたんだ。はい、なんだか帰るのが名残惜しくて。いや、あまりにしつこいから先に家を出たけど、まさか一日中いたとは。俺がいない間、何してたの？まあ、ただいるだけってのも気が引けたんで、先輩の散らかってる T シャツとかを。ああ、片付けてくれたの？抱きしめながら寝てました。いや、働けよ。ルンバですら留守中に掃除しといてくれるよ。心配しないでください。先輩がいつ帰ってきてもいいようにいろいろ準備してたんで。え、準備って？さあ、唐沢先輩、ご飯にします？お風呂にします？それとも…いや、そういうのいい。目指し…いや、私みたいに言わないで。そもそも目指しはご飯に含まれるからさ。そんな怒らんといてください。じゃあご飯にします？お風呂にします？それとも…だから…さっきとほぼ変わんないよね。お塩漬けにし、竹串を通して乾燥させ、それを焼いたもの。何それ。目指し。いや、結局目指し。これぞ本当の干物女。ねえ、ご飯にします？お風呂にします？それとも…もういいって。お風呂にします？思いついてないのに走り出さないで。目指し風呂にします？なんだよその風呂。目指しが大量に浮かんだお風呂。いや、出汁が取れちゃうよ。俺、味噌汁の具材と勘違いされてる。先輩、何をそんなに怒ってるんですか？いや、こういう時、私っていうのが普通だから。私？つまりその、風呂より飯より先に、とりあえず、いたすという意味で。唐沢先輩。何？まあ、はしがり屋さん。いや、巧妙なトラップだった。なんか、俺が要求したみたいになってるよね。じゃあ、早速始めますか。待って、疲れたから、その前に、やっぱりご飯食べてもいい？いいですよ。準備はできてますから。はい、どうぞ。おお、なんか意外としっかりしてる。私、料理も意外とできる女なんですよ。へえ、そうだったんだ。なんかこういう平凡な時間も悪くないな。普段適当に女を捕まえてセックスしてるだけだけど、やっぱ最終的には家庭っていうものを持ちたいし、なんか忘れかけてたピュアな気持ちを少し思い出すような気がする。ちなみに何作ってくれたの？こちらからうなぎのかば焼き、豚のレバニラ、牡蠣の磯辺焼きです。朝日ちゃん、これ全部勢力みなぎるやつだよね。思い出しかけてたピュアな気持ちが余裕で吹き飛んだけど。何をそんなに騒いではるんですか。頑張って作ったんですよ。いや、そうだよな。たまたまそうなっただけで、ちょっと考えすぎか。さ、ご飯にしましょう。それとももう私にします。やっぱ巧妙な罠だよね。選択肢私への綺麗な動線が引かれてるんだけど。でもこうして食卓を囲んでると本間の彼女になったみたいで嬉しいです。え、まずい。このままではセフレがどんどん彼女面しだすぞ。セフレを持つ時の大前提として、お前はあくまでセフレだぞという意識をしっかりと植え付けさせないと、後々ややこしいことになる。ねえ先輩、よかったら今度二人で旅行しませんか？旅行？あ、いや、旅行は彼女とだけするものだから NG だな。あ、いや、旅行はさすがに厳しいかな。確かに、ハネムーンまで旅費貯めておきたいですからね。え？簡単な彼女になったみたいです。いや、多大なる誤解を招いてる。そういう意味じゃなくて。じゃあ私とディズニー行くならランドですか、シーですか？ランドは友達と、シーは彼女と、と相場は決まってる。つまりここはランド。朝日ちゃんとなら絶対ランドかな。先輩、それってどうした？海に溺れるという危険から私を守ってくれてるんですか？いや、誤解のアサルトライフル。てか、ディズニーシーを竜宮城か何かと勘違いしてるのかな。ハンターの彼女みたいです。いや、シーってそんな危険な場所じゃないから。整いました。急に何？ディズニーシーとかけて唐沢先輩の気持ち届きます。その心は？もう溺れてます。なんかうまいこと言ってきたよ。本当の彼女みたいですか？本当のネズッチみたいだよ。日常会話でその心はって初めて使ったから。まあ、そこまで私のことを考えてくれるなら、私も先輩の健康を気遣ってもう一品。え、まだあるの？勢力尽きるだけじゃなくて、ちゃんとカルシウムも取ってくださいね。はい、これ。何これ？目指しです。いや、結局目指しかい。